フランシス・スキッパー・ギドニーは、イギリスにおけるスカウト運動の初期の指導者の一人。ギドニーは、1919年5月に、キャンプ場としてのギルエル・パークの初代所長に任命され、成人を対象とした最初のウッドバッジ指導者訓練コースを構成し、1919年9月にギルエル・パークでこれを実施した。ギドニーは、1923年まで、 スカウト運動関係の組織に勤めたが、その後、ギルウェルには、彼の名にちなんで、ギドニーキャビンと名付けられた訓練センターが設けられた。ギドニーは、最初期のスカウト団の一つを、自身がまだ17歳だった1908年に、立ち上げた。その後、第一次世界大戦に従軍した。ドイツと連合国の休戦協定が結ばれる前に、ギドニーは、戦場で重傷を負い、 廃兵として除隊になった。ギドニーはスカウト運動の中で一定の地位を得たことで家計や家庭生活といった面では帰って困難を抱え込むことになった。ギドニー自身も給料が少ないことには不満を述べていたし彼の妻はスカウト運動にはあまり関わらなかった。結局のところ夫婦関係は破綻してしまった。ギルウエルパークの運営方針をめぐる 争いの中で、ギドニーは1923年に辞任するに至ったが、この成り行きは、スカウト運動の創始者であるロバート・ペーデン・パウエルを、大いに驚かせることになった。その後、ギドニーは、ボーンワスのプレパラトリースクールの教師として働いた。ギドニーは、特にキャンプの運営、訓練、ウッドバッジなどの領域で、スカウト運動に大きな影響を与えた。 すべてのウッドバッジ獲得者が加わり、特別なネッカチーフをつける、ギルウェルスカウト一団と称する組織の立ち上げは、ギドニーが発送したものであり、今日もギルウェルにおける、リユニオン行事で継承されている様式を、確立したのもギドニーであった。ありがとうございます。